今日は光と影のみを使う白黒写真について話してみたいと思います。どうもこんにちは、 HMJ フォトグラフィーのチョン・ヒョンミンです。英語、日本語、そして韓国語でカメラや写真に関する動画を上げています。ですのでいいねとチャンネル登録、そしてぜひコメントもよろしくお願いします。皆様の応援が本当に力になります。白黒写真、個人的に僕は多分 90% それか 95% くらい、僕が撮る写真は白黒写真ではないかと思います。今後その割合がもっと増えてくる可能性すらも正直感じています。それくらい僕は、白黒で写真を撮るのは好きです。もちろん僕だけでなくてたくさんの写真家、あるいは写真家でない人たちからも白黒写真は本当に愛され続けています。一昔前なら、白黒写真こそが本当の写真であると言われていた時もありました。もちろん、これには正直僕は完全に同意はできませんが、それで今日は白黒写真を撮るコツについてお話ししたいと思います。人によってはただどんな写真でも撮ってそれの彩度を下げて白黒にすればそれが白黒写真なのではないかとおっしゃられる方も、いらっしゃるかもしれませんが、それは間違いではありません。ただもちろんそれよりももっと深いものがあります。白黒写真を撮るコツに入る前に、まず白黒写真を撮るメリットについてお話ししてみたいと思います。まず一つ目は単純にかっこいいです。普通人の目って世界をカラーで見ています。ですので白黒写真をこう見た時、やっぱり目と脳が普段と何かいつもとは少し違う、少しユニークだというふうにその写真を捉えます。二つ目は白黒写真は写真家を育てると思います。なぜならもちろん白黒写真ではカラーでなんとかごまかすということができないので、もっと構図などを具体的に考えるようになります。そしてその写真の構図をうまくつかめるようになってくると、もちろんそれはカラー写真を撮るときも応用することができます。そして3つ目は光と影のコントラストをもっとはっきりと具体的に見ることができます。それはすなわち光と影でもっと遊べるということです。僕は個人的に白黒写真とカラー写真ではもうほぼ、違う種類の芸術なのではないかとすら思います。ですので、本当に目的を持って白黒写真を撮ってみましょう。これから、白黒写真を撮るコツについてお話ししたいと思います。まず一つ目は世界を白黒で見てみましょう。先ほども僕が話しましたように、僕たちの目は普通であれば、世界をカラーで見ています。ですので、白黒で世界を見れるようにしてみましょう。実は簡単な方法があります。デジタルカメラをお使いの皆様なら、設定で、白黒写真を撮れるようにしてみてください。またこの後ろの画面でも白黒で、見えるようにすると本当に世界が白黒で見えます。そうすると何がいいかというと、どういうものが白黒にした時にもっと写真として映えるかを
見ることが、また感じ取ることができます。2つ目は、面白い影、面白い光を探してみましょう。先ほども申しましたように、白黒写真は光と影が全てです。普通、太陽の位置があまり高くないところにあるときに、面白い影をよく作ります。3つ目は、質感のあるものを探してみましょう。もちろん白黒写真ではカラーの情報が入ってこないので、質感の情報がもっと、具体的に素直に、目に入ってきます。ですので、面白い質感のあるものなどを探してみましょう。4つ目は、面白い形を探してみましょう。普通、何か面白い形のものって、また面白い影を作り出したり、面白い光を作り出したりします。5つ目、白飛びや黒つぶれなどをあまり怖がらないでみましょう。普通、写真で何か白飛びや黒つぶれしているところがあると、あまりいい写真ではないと言われたりもしますが、時と場合によっては、白飛び黒つぶれによってとても綺麗なシルエットを作り出す時もあります。ですので、あまり怖がらずにいろいろと試してみましょう。6つ目、今まで撮った自分がとても気に入っているカラー写真を一度白黒にしてみましょう。そうすることで、どのようなものが白黒でも映えるか、またどのようなものが白黒では映えないかというものを学習してみましょう。7つ目、他の写真家が撮った白黒の写真をたくさん見てみましょう。そして、その中からまた気に入ったものがあれば、それを自分なりに真似してみたりして、オマージュしてみましょう。そして、最後に、もうたくさん写真を撮って楽しんで実験してみましょう。何週間か前に僕の白黒写真をお見せする動画も作ってありますので、もしよければそちらもご覧になってください。ありがとうございました。いいねとチャンネル登録、そしてシェアもどうぞよろしくお願いします。それではまた。